はい、今明治駅の、ちょうどここの部分ですね。ここにこう大きいタイドプールがあります。で、じゃあ僕はこれ長靴ですけど、ちょっと長靴ではここを渡れないですね。で、ここはちょっと降りるのがしんどいところが一箇所あります。こういうような形になってますんで、ちょっと降りづらいですね。で、この上が、この上が通れそうな感じですね。この上、ぐっと。この辺が通れそうな感じですけど、やっぱり潮位見てから行った方がいいと思います。で、これこっち向き、こっち側からも渡ってこれないです。この間の水道のとこもここも渡れないですね。ちっちゃい板持ってきたら、ね、ここは渡れそうな感じですけど、